死亡する可能性があります。その注意書きがされた乗り物にあなたは乗る勇気はありますか？遡ることおよそ1ヶ月前の2023年6月18日、アメリカマサチューセッツ州周辺の北大西洋沖、午前8時、母船の船員らが見守っていたのは潜水艇に乗り込んでいく5人の男性。彼らは観光会社オーシャンゲート社が企画する海底ツアーの参加者でした。ツアーの目的は111年前に沈没し、今も海底約4000メートル地点に眠る豪華客船タイタニック号の残骸を間近で見学するというもの。ツアー会社 CEO のストックトン・ラッシュは自社の潜水艇タイタンの中へ参加者たちを招き入れます。楽しみだな、タイタニック。ずっと近くで見たいと思ってたんだ。海底はどんな風になってるんだろうね。空は灰色の雲で覆われていましたが、参加者たちは皆これから始まる冒険に胸を躍らせていました。やがて5人全員が乗り終わると潜水艇の分厚いドアが厳重に閉じられます。そして母船から放たれたタイタンは海底を目指し静かに沈んでいきました。この時はまだ誰も思っていなかったんです。この数時間後、5人が帰らぬ人になるとは。